どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は代表権騒動は今後こうなるってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで混迷を極め長引いてる代表権騒動なんですけれどもまあとりあえず言って 何、まあ、て言うんだろうな区切りというのが今来てるかなと思ってまして一方で状況が今とっ散らかってるんで、まあ、今回はちょっとまとめみたいな話を、まあ、していきたいなっていうふうに思いますはいいわゆる現状現状の確認みたいな話ですねでなんかまあ一応投機がね斉藤代表としての投機が通らなかったっていうところでえー、っとなんかまあ大騒ぎになってるわけなんですけれどもまあえっとですけど一応ですね まあ基本的にはまあ構図は変わんないってことで実態が立花さん側ってこうの変わりませんと。でこれがあの特にやっぱり当初の方はまだなんかこうよくわかんないまま揉めてるように見えたから大津さん側の人もそれなりにいたんですよね政治家女子の女の子とか含めてね。ですけどそれがやっぱり長引くとともにちょっと。 あれこれ正義ねえんじゃねえかみたいな形とかまあ状況がよく分かってきて何でとかあるいは黒川さんとかヒロさんが暴れたりとかそういうのを見る中でまあ明らかに立花さん側がまとまり始めてるというかよりね実態が固まってるとまあそもそも国会議員2人いてねまあ実態もそもないわけなんですけどはい。で で一方でおっさん側は、まあ、どん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 孤立を極め周りにいるのは、まあ、申し訳ないけどちょっと陰謀論を言う、まあ、陰謀論も悪いわけじゃないんですけどね、まあ、そういうのを言う人とかあるいは外旋かけちゃったりとかとかですね、まあ、そ,そういうところで まあ傍から見てるとイメージが下がってしまうような活動をしてらっしゃる方周りに置いてるっていうぐらいの感じでしかもそれは党とは関係ない人ですと, <laughs> ということでまあそれプラスあと橘さんアンチとかっていう感じで、まあ、ものすごく、まあ、おかしい状況ですよね特にまあまあこの状況を見てたら誰しもがそう思うような状況を作り上げてるとただ登記上の、えー、と代表であるっていうところがまあ変わらず続いていて。 でただ今この投期で斎藤代表の方で変えようとしたら、まあ、大津さんが仮処分で止めてでそれが却下されてでそしたらそのまま通るのかと思ったらなんか解釈を変えてやっぱり大津さんのままですみたいな大津さんのはんこいりますみたいな形になっててえそうするとじゃあえ大津さん解任してんのに解任ではん入いるってどういうことみたいなそんなこと言ってると、まあ、どこの党でも辞めた党首が私嫌ですっつって で、なんか口座かなんか新しく作って、そっちを申請しといて、で、入ったお金を胡禁中躇みたいな <laughs>、新自民党みたいなことができちゃうって話ですよね。本当にそれでいいんですかって話は、まあ、ありつつですね、一応、まあ、現状そうなってますというところなんですよね。まあ、だから、揉めてるということなんですかね。まあ、この冬季の話、冬季まあ、そのことによる影響はちょっと後でやりますけど、 まあ、いずれにしても国会議員はそのままですし地方議員もそのままという流れですかね。立、は、花、いまあ、さん側ってことですね。実務も、まあ、大して影響出てませんということですね。はいまあ、ただ、だから、まあ、お要するに、えー、とこれからのことについてはお金をかけていろんなことやろうとしてるからそこにちょっと影響が出そうということですよね。はい でこの党規の影響の可能性はお金と選挙ということでまあもそもそもですけどね、まあ、国政政党の党規、まあ、っていうんですか、ね、法律が見てると要するに政党交付金をだからそのまあ簡単に言うとそのお金があの動かせるっていうか権限持っているのは代表だから、まあ、それが党規、まあ、上の代表が手続きできちゃうからっていうことで今混迷してるわけですよね。 でだけど一応まあ手続き帳はできちゃうから、まあ、その正当交付金をめぐる攻防が起きてるわけですね。はい、でこれで一応今んとここう硬着状態っていうか争いがある状態からまあ一旦跳ねのけられてでもう一回多分、えー、と斉藤さん側は登記を取りに行くっていうかもう一回やり直しみたいなことをやったりとかあるいは裁判仕掛けてあるとかいろいろあると思うんですけどまあまあとりあ,とりあえず現状を動かさないようにしながら。 差し押さえってていいうのをまあこれからからけていきますとでそれをやるにあたってあのなんていうんですかねお金がかかるのでいわゆる借金をしましょうって感じでだからあくまで保証金積むだけですけどね返ってくるお金ですけど、まあ、2億円近いお金に対して差し押さえにかかるから保証金としてまあ3,500万積んでくださいって言われてその3,500万円を今貸してくださいってい状況になってますと。 はいでそれがま立花隆さんがまあ、先日も私の方も動画でさらに解説をしましたけれどもお金を貸してくださいということですね。一応無期限無利子、えー、と無担保かっていうことなんでまあ、か貸してそしたら返してほしいってなったらいつでも返してもらえるお金らしいんですけど、まあ、その辺がちょっと誤解が飛んでるらしくてですねえっ、ー、とこれを福永弁護士が解説していてえっ、ー、と。 そうですね、まあ、要するに好きな時にいつか返せばいいという意味じゃないってことですねこの無期限の借入金ってやつがねで貸主から求められたらすぐに出回さなければならないという意味ですということですねだからつまり例えば3まあね国政生徒の期間もあと最長で5年かだから5年貸してねって言ったら5年後に返さなきゃいけないじゃないですかだけど期限設定してないからあの橘さんがいやもう俺が返したくなったから返す でみたいなことではなくて借りてる側がやっぱり返してって言ったら返してもらえるお金だから、まあ、きまあ気軽かどうかわかんないけどあのご自身の、まあ、無理の範囲の無理の範囲のない中で、まあ、貸してください保証金で使いますって感じですね当然そ,、まあ、そのことについての、まあ、責任等々はご自身の自己責任でやってくださいっていうまあそういうことですねはいまあだからまあそれ以外にも橘さん応援で なんだろう一人放送局にお金入れてくださいってあるじゃないですか。あれは、いわゆる法人に対してお金を入れるから、普通に売り上げになって、応援みたいな感じだったり、あるいは政党になんか、えっ、ー、と、寄付したいときは、堀山神道ってのがあって、そこに入れて、えっ、ー、と、それ、<laughs> それだと、なんで、えっ、ー、と、 があるんでしたっけ、まあ、その辺は私はちょっとあんま詳しくないんであまり <laughs> 解説はやめときますがあくまで今回はまだからそういう上げちゃうのとは違って貸してねっていうお金だそうです。で金額も結構でかいんでねやっぱり多くの方がやっぱり協力するのがすごい大事ですしプラスやっぱり少しの金額でもやっぱりこう多くの人から借りてるっていうこの事実そのものがやっぱり民意になっていく。 ということですよねだから、まあ、本来は民意で作り上げた政党だから改めて今回民意を得てないこう大津さん側が何て言うんですかね登記上の党首を主張しながらある種妨害してるような状況になってるわけですけど、まあ、そこをやっぱり崩すにあたってやっぱり民意をください元気玉をくださいっていう、まあ、そういう話だと私は理解してるんですけどねはい。いずれにこの辺についてはご自身の責任でどうぞという話だと思いますと。 はいでちなみにえっと NHK との方も当然いろんな方がねお金を出してるとは思うんですけどもえー、っとこの福シルビさんあ福原しるびさんは、えー、っと100万円貸す予定ですっていうことですかね。はいまあ橘さんの功績応援してますっていうまあ、そういうことだしご自身でも頑張るっていうそういうことでしょうね。はい、はいいという感じでねまあ、この辺の攻防もねちょっとねま陶、あ、器をある程度大,きさ大津さん がまあある程度自由に動かせるって話になってくると結構面倒くさくて住,住所を移動しちゃったりとかですねまあ何て言うんだろうなあるいはこう口座をあら新たに作ってそっちにするとかまあそういう面倒くさいことをやってくるとすごい大変ですけどただ国政政党の党首がですねまあその何て言うんだろう借金返したくないからっつって借金逃れのためにそんなことやって 大丈夫かみたいな当然ね批判から何からすごいことになると思うんですけどねはいであついでだからちょっと言っときますけども、まあ、まあ私も初っ結構最初の方からずっと言ってるんですけどこんな責任なんか背負わせられると大変だからさっさと代表権なんか返して あの楽しくやればいいじゃないみたいなね、まあ、今回得た知名度でもいいし何でもいいんですけどそれが早ければ早いほど得するし遅くなればなるほどめっちゃ大変になるよって言っていてそうだから今回ね本当に陶器斎藤さんになってれば少し楽できたはずなんですよね。だけど抱え込んでしまったことによってですねそれみんな困るわけですよもともと困っていたわけだけどただ我慢してたんですよね。まあ、橘さんががとととかししててててくくれれるっっいううこころで多のの人が我慢しててだけどこれはもうちょっとあの 陶器が動かないって話になった瞬間にやっぱこれ駄目だよってなったらあのちょっと大変なことになるかもしれないってなって多くの党員がまあ動き始めて特に政治家女子の人々ね、まあ、大津さんが守るって言ってた人がちょっといい加減にしろって言ってるって感じで、まあ、そうなれば当然返すべきでしょって話だと思うんですけどまあまあその辺のなんか大津さんが言っていた正義みたいなのが日に日になくなってって、まあ、結果として何も残 ない感じがすするんですよねだから最近最近っていうのかなもうなんか正義も言わなくなりつつあって要は悪を倒すみたいな感じになってるんですよねでもなんでそういう発言になってってるかっていうと最初は正義を主張してたら人がついてきたんですよ例えば政治家女子のみんなのためにつたら政治家女子の中の一部はついてきてたとでそのうち状況の中で黒川さんとかオーバーバりしてるからそれはみんな離れていきますよね離れてってでそしたらあの あとか、まあ、政治家女子とか、なんだろパワハラとか、そのくらいの時言ってたんですよね。で、それでその辺が難しくなったんで、まあ、まあ、最初から言ってましたけど、いわゆる帳簿を見せろみたいな話ですよね。とか、まあ、お金を変な使い方してるとかっていうのを言い出して、まあ、それ、黒川さんが言ってたやつなんですけど、そこに、まあ、全のっかりしちゃったわけですよね。で、それも、もう、なんていうの、公開されてんじゃん、何みたいのみたいな感じにのこと言われちゃってて、そもそも会計見る知識あるんですかみたいなことまで。 の状況になってるのでだから単純に分かってないだけじゃないみたいなことに言われていて具体的に何が指摘指摘しなんかおかしい部分がある全部指摘してくれればそれ説明するよみたいな形の流れにもなってるんですけど一切指摘したことがないんですよねはい。だからまあその辺はまあ、黒川さんとかねガチャガチャやってますけどあの <laughs> っていう感じでもうそれもまあなかなか主張しづらくなってったっていうかそれを言っててもついてくる人がどん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 減ってってる状況の中でじゃあ現状周りにいる人たちはその立花アンチみたいな人が多いからそうすると「立花は悪だ」っていうふうに言うと一応ついてきてくれるというような状況にまで私はなってるんじゃないかなって推察していてだから正義がもうなくなっちゃってるんですよね。だだから、まあ、今後はだって ただただ責任をどんどん重くなるしだって今んところ政治家女子の子たちだけですけど N 党の人も当然言うし,し支持者みたいな人たちも騒ぐし党員もそうだしあるいは投票した方々含めてまあ多くの人がお「何やってんの?」みたいな話で声を上げますよね。でそして何より10億円の、まあ、債務というか借金を抱えてる中で「ふざけんなこれ返せ」っていう話が始まると。 いうところでそれその責任は今までなんてそういう責任を全部放棄した上で権利だけ主張してたように見えるわけですけどその辺はある種立花さんが背負ってくれてたわけですよねこのこの戦いの中でもねだけどまあいやちょっともうそれはしょえないよって立花さんが言った瞬間にそれが当然大津さんに行くわけじゃないですか当然ですけどねでそうするとそれがこう来た瞬間に今まで 以上にすすごいいものブワーっっててくくるわわけけででそれは重なよだから早く返した方がいいって言ってるわけなんですけどまあでもねこういうのを含めてディスリと思われてしまうんですかね。はいという感じでまあまあだから本当に周囲の人間はそのいかに手を引かせるかっていうので説得する人が一番大津さんのことを考えてますよって話をしてきたんですけどそうじゃなくて手助けしてくれる自分の意見に賛同してくれる人を大事にした結果がこの末路なんじゃないかなって私は思ってますけど。 ままあ、まあこの状況を含めて楽しんだったらまあ好きにすればいいかなって <laughs> 思いますけどね、どう考えてもきついっしょみたいな話だと思うんですけどね、はい、という話がありますっていうところですかね。はいでまあ、とにかく、えー、と凍結による予定変更ということで、立、ま、花、あ、さん側としてはだから予定通りありお金が、ねまあ、結構使えない状況になるんで、まあ、差し押さえに成功して、でそれでか貸してた人が差し押さえするじゃないですか。でお金が 戻ってきますでその貸していた人がさらに立花さんに貸しますみたいな <laughs> その無限ループがもしうまくいくようになればそれは当然まあまあひょっとしたら何かやるかもしれないけど、まあ、すごい面倒くさいからほんと早く返したらいいのにとか思いますけどね返すっていうのはその代表権ですよあの陶器上のねはいと思いますけどまあまああの <laughs> まあそういう面倒くさい話になるんで、まあ、その辺はちょっと先が見えないんで一旦今あるものを全部止めてますけど、まあ、動かす可能性も当然ありますよねこれを見てるとね。で一番影響が大きいのはこれ選挙ですねだから総務省との話し合いみたいなのはしてるかもしれないんですけどあの要は今までは斎藤代表でも出れたし大津代表でも出れたわけですよ。 じゃあ今後はどうなるんですかって話があって、まあ、冬季は通らなかったわけだから、ひょっとしたらそれが影響出るかもしれないですよね。選挙に出れるんだったら、まあ、あの特に影響がないっていうか、これ一番でかいような気がするんですよね。そう だけどこれがまあ大津さんでないと出れないって話になっちゃうとじゃあ NHK 党から出ましょうってことになるわけでそうすると国政政党から出ることによって出られ得られるメリットみたいな選挙がに関してはちょっと大変になっていくなっていうまあそういう話ですよねだからそこちょっとどうすんのかなっていうところですねまあそこはこれが読めないのが一番でかいような気がしますけどねはい。 まあいずれにしても、まあ、当面はまあ困ってないと思うんですけど、先日の地方選挙でのお金がドーンと入ってくるらしいので、はい。あの、なんだっけ、ネット選挙株式会社でしたっけ。という感じで、まあ、ちょっとね、その、立花さんスキームが、ちょっと今、えー、と大津さんが投機を主張し、投機上の投資であることによって、いろいろ止まっちゃってるっていう問題が出ますという感じですかね。はい。まあ、だけど、まあ、 まあでもすごい問題かっていうとまあ単純にお金と選挙の問題なんでまあお金の面はまあ別で稼ぐとかあるいは寄付金募るとかいう形で乗り切れるとして事業やったりねあと選挙は NHK とから出ればいいっていうことでまあ特にあるいは政治家女子48等2みたいなまあまあいいや。<laughs> 政治団体のね政治家女子の方もあるからそっちで出てもいいし、まあ、あくまで国政政党の政治家女子の方がちょっとちょっと今不透明だよねっていうまあそんな感じですよね一方で国会議員2人はね橘さんがについててねなんじゃそれみたいな話だと思うんですけどねはいということだと思います でえー、と結局、おつし側のこれからということで、まあ、先ほどおご説明しましたけど、まあ、結局、ご自身の方に、まあ、陶器が、ね、通らなかったことによって、明らかにちょっと私はねこうの調子に乗っちゃった気がするんですよね。だから、今まではあんまり発言しないことによって、自分のイメージを、なんかこうある種出さないようにしてた、上手に出してたような気がするんですけど、まあ、これがですね、本音がもういっぱい漏れ出ちゃってて、 ですねああと思って私がちょっと聞いててわあと思ったのはなんかそのいわゆる周りがねもう立花さんアンチみたいな人たちだからずっと立花さん悪口言ってるんですけどで、まあ、最大はやっぱり NHK のなんだっけ請求書を今受け取るサービスみたいなやつやってるじゃないですかだから契約をは義務だからするけどでそれを払わないのは NHK が公共放送たる内容をやってないから払いませんはいいらしいんですよ。 だ,だけど請求書が来ると負担だからじゃあこっちで受け取りますよっていうのをやっててとととにかくくそれで NHK 戦っっっててていいうことをやってる業務がありますよ、ねまあそういうのを含めていろいろそういうのを頑張ってこの政党が作られたようなもんなんですけどそれのだって当然お金かかるからみたいな話がある中であんなのやんなきゃいいじゃんみたいなそのあれってさっつってさその、まあ、大津さんの支持者みたいな人が。 請求書をねあ、請求書じゃない、NHK の受信料払えばいいだけじゃんとか言って、わは,ははははって言ってるわけですよ。で、大津さんもそこに当然いて、まあ、そこで、まあ、普通だったらですよ、もうこれ、周りの人も聞いてるわけだから、あまあ、でもそこの業務はね、あのやっぱりちゃんと引き継いこうと思ってるとか、ちゃんと精査したいと思ってるとか、ちゃんと言わなきゃいけないとこなんですけど、 まあね、ちょっとそれについては音なんでね、本人が笑ってたかどうかわかりませんけど、乗ってる感じはしちゃいましたかね。まあ、積極的にそこに乗ってる感じは当然しませんでしたけど、まあでもそこをはっきり言わないっていうことで、まあ、まあ、そこで、それだけじゃないんですけど、いろんなことについて、あこの人は党運営をやる気がないっていうのが、めちゃくちゃバレちゃってるわけですよね。はい。で、そうすると、まあそういうのもあって、だからどんどんボロボロが出ちゃってて、だから正義が、 めくれちゃってるんですよねそうだからねというところでそれプラス、まあ、ちょっと申し訳ないけどやっぱりイメージが悪いことをする人がいるとだって外線かけるぞみたいなこと言ってる人ですよ要するに対立したら外線かけるぞって <laughs> 一般人のところにねだからそれはちょっとねって思うわけですよそれを見て応援しようとあんまならないじゃないですか。まあ、アンチはこれれででもそれで盛り上がってるから 一見盛り上がっているように本人はひょっとしたら見てるかもしれないけどそもそもこの問題知らない人がほとんどですけどちょっと覗いた瞬間に「あなんだこれ」みたいなその <laughs> ん「ええー、みたいな感じでドン引くじゃないですかまあまあそれも多分本人は嫌とは思うんですけどでもそういう方々をじゃないと味方がいないって感じでまあ、すごく無理が出てきてるんですよねはい。 どういうところでまあまあ黒川氏の問題はそういったイメージ悪化問題にまあつながっちゃってるっていうところですかね。まあ、黒川さんも当然その辺り分かってそうですけどねだから急になんかねちょっと自民党にねいろいろ攻撃してみたりとかなんかこう公共っぽいところにいろいろやったりとかを <laughs> 始めてるんですけどでもそれはあんまり受けが良くなくて多分寄付金とか集まりにくいんでしょうねってのはちょっと思いましたけどね。はい というところですかねはいであと一方で立ち話側のこれからなんですけどはいであそうだそれでまあそういったのもあってまあひろしさんがなんか黒川さんねなんか嫌い依頼してる説っていうのがあってどっかでひょっとしたら切るかもしくは場合によって黒川さんの方が身を引く可能性があるのかなっていうふうに私は見ていますねはい、まあ、どっかでやっぱ限界が来ると思ってますでそしてえっと立ち話のこれからとしては 一致団結となるかっていうのが一つポイントでまあまあいろいろあって揺さぶられてるわけですよめっちゃねなんだかんだでもその中でやっぱりまとまりとしては固まってってるからまあ、この状況でやっぱり残っていくとですねまあ、これからの、まあ、本当の意味の戦いは選挙だったりなんて言うんだろうな <laughs> VSNHK だったり既得権益じゃないですかでそっちにやるときにまあ結構強い集団になる可能性がありますよねこれを乗り越えたらねだからそういった意味において まあこの状況でもなんか残ってくれたり一緒に頑張れる方々っていうのはやっぱ信頼できるじゃないですか。まあそういうので一致団結できるかっていうのが一つあるのと、そう。だからまあすごくなんかいいダイエットですかね。筋肉質になったみたいな感じになると思われると。だからまあ、うん、正直おじさんの多い生徒だったわけですけど結構若い人がわっと入ってきてそれでまとまれるってまあなかなかすごいことだと思うんですけどね。はい。で、そして、 まああとこっからですね、あと根本からコンセプトの問い直す流れということで、まあ、実際もどっちにしても現状今ね、めちゃくちゃ分かりづらいんですよね。だからもともと NHK をぶっ壊すで、まあ、それで支持集めてたわけじゃないですか。でそこから急に政治家女子って言われても、分からない人のが多いはずですよ。だし、初見の人はもっと分かんないじゃないですか。で まあだけど本当はまあ大津さんにあの投資負任してでいろんなとこに出るたんびにあんまり大したことは言えないんだけどやっぱりそのいろんな投資討論を含めてテレビでもね何でもねこうおじさんの中にポンとやっぱ若い女性がポンと入ってると目立つじゃないですかそれでまあ女性の時代はみたいなことを拙なくても言えばまあそれだけでも十分注目されるし話題になるっていうところがあったと思うんでまあ狙いとしてはすごい良かったわけですよね。ここんなななととになるとは思わなかったでしょうけど ままあまあ,そう,いうのがあそういう路線で行って受けていろんなことを説明しながらっていうので多分やる予定だったんですけど、まあ、それが崩れた以上ですねよりなんかこう世の中に対して説明するっていうのがすごく難しくなってると思うのでまあだけどさなんかねやっぱりなんて言うんだろうなやっぱりこう産業ぐらいで説明できるような簡単なキャッチフレーズじゃないですけどなんかね現状確かに分かりづれえなみたいな。<laughs> <laughs> 話もあるかなって気がするんでまあそれを今まあそれ,それこそね生みの苦しみってやつですか、まあ、それでまあもうこの辺も含めて何か問い,問い直す問い直すいいきっかけではありますよね。はい、であとは逆転の可能性ということで、まあ、まあその筋論から言うとらおかしくて要は党総会を開いて、まあ、党員集めて、まあ、大津さんを解任しましたと。 で、まあ、その手続きが不備だったよねとか、まあ、この辺が良くないとかっていうんだったらいいんだけどそう,そうじゃなくて党何ていう,そうか開いてるけど解任したんだけど解任した人の犯行がいりますって話になっていくとやっぱ変でどこの党でもやっぱり党首が暴走してねむちゃくちゃやってますと。で場合によってはそこっていうかみんなで解任しようみたいなことあるわけじゃないですか。 でそれはずっと放置っていうのはありえないしまあ何て言うんだろうな普通に正式な手順を踏んで解任したとしてもあのあ解任か解任解任かあ解任関係ないのかなんかあの法文によるとだから変える時にあ単純に変わる時に前代表と 新しい代表のの両方の犯行が必要だって話なんですよだから別に関係ないのかどっちにしても変わる時にその全代表が拒否したら変わなないっていいいっっててうここととででできすすすよすごいですよごね <laughs> だからその辺はやっぱりちょっと不備があるというか読み込めてないところがあるよねって形の中でもう一回ちょっと読んでどういうその拒否した場合はどうなるんですかっていうのを含めてまあちゃんと精査する必要があるんじゃないんですかねっていうふうに思ったりするんですけどねはい。 というところで <laughs>、<あの笑>そこでちょっと見解を変えたりすることによって逆転な可能性はあるんじゃないのかなっていうか、まあ普通に考えて、まあありえないですからね、党総会まで開いて解任してるのに、みんなが大津はダメって言ってるのに、党首のままっていうのはさすがに無理があるので、それどうするんでしょうねみたいな話があるのかなっていうふうに思ってますと。 いいうところですかねはい、まあ、そんなわけで、えー、どうなるでしょう今後以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。